Hello, ladies and gentlemen. I go by the name of God, God's a God Game, and welcome back to the channel. Today, I will be playing a game called, I believe it's called Ogre Tale. It's a beat 'em up type game. But anyway, if y'all new to the channel, make sure y'all like, subscribe, comment, and there will be more on the way. Let's do this. オニが島一族と、その者が最後の一人。桃太郎、なぜ金を破った。何の。ごまかすでない。そなたが金太郎と一寸太郎と手を組んだことは、それは前と悪の古来より我らの表裏一体のはず。 今どうあがいても勝てぬ。あとは一族の末裔に、た気が熟すのを待ち、いつの日にか必ず我の魂、その者たちと共にあらん。それから数百年後、時は現代。 鬼ヶ島一族の末裔たちの物語というわけじゃ。ってお前ら話を聞け。はいはい、聞いてますわ。 近頃たんどるな。そうは言うけどさ、毎日毎日こう同じ話されると
すがに飽き飽きしてきます。つまんない。何じゃと、我ら鬼族の恨みを松代まで伝えるのも大切な役目なのじゃ。いや、鬼族、今のおっさんはどう、猫っていうか、そもそも転生前が美少女だったっても、どうしても信じられませんわ。王国民になれると思ったのに。そうそう、そこそこ、プロローグだけで声優が変わるのはさすがにどうかと。期待させておいてひどいよね。本編に入ったらおっさんボイスですわ。しかもキャラは猫ジジイ。しゃー、妖怪みたいな名前をつけるな。おっさんで悪かったな。というか、その猫に衣食住を依存しているのはどこのどいつじゃ。やれやれ、つけるんじゃ。はい。新宿歌舞伎町一帯は壊滅的な状況で。それはお前たちは気づかなかったのか。あの爆発的に膨れ上がったよ。そんなこと言われても。ゆめちゃん、気がついた。気がつくと思いか。私もです。そしてこの容器には覚えが。おやつ。違う、桃太郎じゃ。桃太郎、一族を滅ぼした仇敵。私たちが猫に衣食住を依存する羽目になった原因、諸悪の根源。こんな大胆に現れるとはね。撃ち殺して差し上げます。切る切る。ちょっと待つんじゃ。止めないでよ。確かに奴の気なんじゃ。あまりにも違い。耳風なんだけど。絶対の好機、逃す理由はありませんわ。もも潰せ。いいから落ち。しかし驚くべきは奴の勇気。数百年前のあの時とは雲泥の差じゃ。もちろんあの時も強かった。だからさすがのこのわしも送ろうとした。違う、今はそのことではない。そう、容器の質の話じゃ。なぜあのようなよこしまな気をまとう。まさか桃太郎がもののけの類と手を組んだというのか。そんな、まさかプライドの高いやつがもののけと手を組んだと。そうか、憎しみじゃ。いや、しかも独り言ですよ。メガネかよ。もう行こう。そうですわね、腕が。ま、待てと言っておろう。ここが新宿。ひどい、今のは猫が子犬を食って。嘘つくな。この辺りは被害が少ないので。あっちかな。そうだね。そう、桃太郎の家来もいるかもですわ。桃太郎の憎しみがもののけを呼び寄せた。片っ端からキュッ。ゾクゾク。じゃあ、いつものよ。誰が一番最初に桃太郎を。ゆめ、頑張る。よし。
Come on, get back to it.君たちが鬼族の末裔だ。縛り上げられて転がされて惨めだ。その通り、第37代目正統桃太郎はクックラー。ああ、お望み通り。でもあれ、まさか鬼がこんなに可愛いとは。一応はライバルってことだから期待してたのにさ。言わせておけば生きがったところで無駄だよ。さて、これから人間どもに俺の力を、このくきびだんごより美味しいと言うのよ。やめろ。やめるわけないだろ。お楽しみにすると、桃太郎といえば鬼、鬼宿命のライバルっていうの。よし、食って。ここまでの量ですね。な、うん、なんだ。やっとできるのか。先代が言って、色危ないところじゃったわ。助けてくれたの？あの技は命をすり減らす。移動はないぞ。そっか、瞬間移動
させてくれた。たく、お前らの無鉄砲さ。じゃがこれで分かったじゃろ。今のお前たちでは。くう。でもどうすればいい。あいつに勝ちたい。もも、絶対泣かさ。修行やる。どんな修行でも。山ごもり。なあ、慌てるな。よく聞け。そうだね。え、よし。最初にやるのはな。は？うっかう。そうじゃ。今お前。山倉と申した。ちょっと待て。そんなもので私たちを桃太郎と戦わせ。お前らが勝手に突っ走っていったん。そう言われると。七倉と気づかないところからして仕方なんじゃ。だって自分のことを切らないもん。な。はあ。それで？ネット通販。え？知らんのか？ポチるんじゃポチっと。知っとるわ。ネット通販といえばジャングルじゃ。ま。ま。CG 本気で言ってんのか？本気じゃ本気。では始め。ふーり、ここから欲しい武器を選んでみ。ん？それ、ポチッと。お、なんかいます。あとは待ってればいいとか、なんて。いつ届くかな。注文はできたが。問題？先立つ。先立つもの。お金じゃお金。じゃあどうする。稼ぐしか。それなら、またレーティング上がるから引っ込む。みんな、あたしにいいか。嫌なよ。じゃーん、ここよ。地下街。歌舞伎町に近いからか。ここに真っ白い。ダンちゃん、さすがにこいつらはうろついてるか。どうします。もちろん手早く片付けちゃおう。はい、来た。
ここにある宝石をおかず…なんちゃんって…この…え？あれ？あ？ちょっと！何いいところで瞬間移動させてんの！はぁ、短い夢…このバカども！瞬間移動は命がすり減る！つうか、なんで呼び戻すのよ。そうだ。たく、人間のものに。はや。ああ、まあ、人間には考えてもみよ。これから。そ。よいか。え？ということで。問題を起こさないお金。どういう。たっぷり稼ぐぜ、マイダーリン。Well, ladies and gentlemen, I'm going ahead and end it right here. Y'all want to see more of this? Make sure y'all like, subscribe, comment, and there'll be more on the way. Until then, ladies and gentlemen, God got them out. Peace.